場内がシーンと静まり返っています。いやただこの僕もその当時やったのが横浜アリーナでやったんですけれども、とにかくそのカメラのフラッシュのその数たるものがもう凄まじかったのをあの記憶に残ってますね。はい、23番の背中が見えます。今ゲームが始まりました。ディロン・ルー、ラリー・ヒューズ、マイケル・ジョーダン、クワミ・ブラウン、クリスチャン・レートナーのこのワシントン・ウィザーズ。さあディロン・ルーからジョーダンが向こう側にいます。ディロン・ルー入ってくる、空いているレイトナー、最初のシュート決めていきました。レイトナー、ただこのあたり逆に言えばそのフィラデルフィア 76ers の方っていうのは尻上がりにこの調子を今ずっと上げてきてますからね、はい、それは最初どういうディフェンスをするかっていうところも一つこのゲームに関しては見どころじゃないかなと思いますね。こちらはエリック・スノーを決めていきました。まあ、ラリー・ブラウンヘッドコーチもシクサーズにとってはプレーオフでのホームコートアドバンテージがかかっている大事な試合だと、まあ、試合前に強調していました。レートナー、そしてジョーダン、シュート落ちます。オールスターの時もいつ入るのかとファンをやきもきさせましたが、マッキーですね。はい、8番のアーロン・マッキー、ダグ・コリンズヘッドコーチ、フリースロー入れてきました。はい、その中原さんお話にありましたシクサーズのディフェンス、まず前の方からプレッシャーをかけていきます。そうですね、あのアフターフリースロー、はい、フリースローの後ですよね、とかあとカウント、あのメイクバスケ、メイドバスケットした後のチェンジングっていうのはラリーブラウンは得意としてますからね。はい、ジョーダンからティロンルーに出て得点を上げていきます。ティロンルー、エリックスの方がゆっくりと持っていく、アイバーソン出てくる、ティロンルーついている、アイバーソン、アイバーソンのシュートはエアボール、リングに当たりませんでした。さあティロンルー、ジョーダンが手前にいます。中に入れてクワミブラウン、クワミブラウンからシュート落ちます。さあアイバーソン、アイバーソンからマッキー、おっとシュートが入りません。ここはよくディフェンスが頑張りましたね。ジョーダンも早くも島本さん勝負に集中する表情になってますね。厳しい表情になってきましたね。はいはい、さあ外からのシュート、ね、ヒューズ決めていきました。スリーポイント、まあ、ヒューズはかつてフルスですからね、シクサーズは。はい、アイバーソンとコンビを組んで、コンビというかガードのプレーでこう出た時にはそのフライトブラザーズと言われたぐらいの、まあ、能力の高いプレーヤーですからね。アイバーソン行ってホイッスルありました。あ、スタックハウスは今日は出られないですね。そうですね、はい、スタックハウスが右膝の腱炎ということで今日は出場が、はい、いいプレーですね、ありません。はい、いい形がありました。スクリーンの後ですね、今ケニー・トーマスがすごくいい判断をしましたね。ウィザーズはオープリも右膝を痛めて出ることができません。クワミ・ブラウンへホイッスルありました。7対7の立ち上がりです。マイケル・ジョーダンの最後のゲーム、この後ですね、はい、エリック・スノーからケニー・トーマス、最後はケニー・トーマスです。ディフェンスの状況をよく見てましたね。アミブランは2年目になります。高校卒業して入ってきましたが、島本さん、ジョーダンには非常に評価、まあ、入るときはされた選手ですが、はい、厳しいですね。もう彼がもっと成長すればというのがありましたですけど、まだね体ができてないですよね、まあ、
まあ、メンタルなところがね、一番こうそういうところって大事なんですけれど、あのコービー・ブライアントもね、よくあのロサンゼルスで言われてましたけど、2年目3年目ぐらいまではね、高校生から大学1年生でしょ、はい、そうするとそうだ、みんなインタビュー受けてたりなんかするとき、何言ってんのかななんて、あれ見てるんだぜなんてみんなに言われてましたからね。あ、だから同じレベルですよね。そうですか。いいもの持ってますから伸びるとは思いますけど、マイケルの最後のキャリアのところで理想的には言ってくれなかったというところですね。立ち上がり9対9の同点。さあマイケル・ジョーダンは逆サイドに出ていこうとしています。さあマイケルにボールが入る。これはレートナーに回してアイバーソン、スティールに行く。アウサイドのショットは落ちます。ケニー・トーマスリバウンド。さあアイバーソンが行く。ヒロンルーがついています。中ではポジション争い。ケニー・トーマス9番に入る。ケニー・トーマスが外に出してマッキー、ケニー・トーマス、そしてコールマン。ショットクロックですね。ラリー・ブラウンさんも今日いいスーツ着てきてますね。あ、やっぱりこう記念の日だっていう。そうですよね。渋いですよ。ノースカロライナ大学を63年に卒業したマイケル・ジョーダンの先輩になりますラリー・ブラウンヘッドコーチ。さあヒロンドが行ってアウトオブバーンズです。63年卒ですから、はい、ちょうど64年の東京オリンピックには彼は選手として出場して金メダルを取ったんですね。でそれから20年後にマイケルがロサンゼルスオリンピックで金メダルを取ったわけです。はい、何かと縁の深いコーチなんですよ。なるほどね。さあアイバーソン、スノーのシュートを落ちて最後コールマンがよくフォローしていきました。まだジョーダンには得点がありません。この立ち上がりジョーダン最後のゲーム。ペイント内でのポイントがシクサーズが10、ウィザーズはまだありません。さあジョーダン来ました。最初の得点を決めましたマイケル・ジョーダン。この辺、まあ、ここまで見るとシクサーズの方はすごく落ち着いてますよね。どこでどういう形で点を取っていくのかっていうところが、アイバーソンを中心に周りのプレイヤーもすごく生きてますからね。はい、さあアイバーソンが行ってとホイッスルありました。さあマイケル・ジョーダンの最初の得点です。よくディフェンスの状態を見ながらステップアウトしてますからね。シクサーズのタイムアウトになります。マイケル・ジョーダン立ち上がり最初のシュートを決めた後です。さあこれはジョーダンの84年10月26日、キャリア最初のゲームになります。このねブロックしたのね、ジェフ・ルーランドっていう選手なんですけどね、あのアイオナ大学の卒業なんですけど、今ねアイオナ大学のヘッドコーチをやってるんですね。でそんなねすごい選手じゃないんですよ。うもうただ幅だけで要するに NBA に行ったと。動きも遅かったし、その彼にこうブロックされるっていうのもね面白いですね。それもウィザーズでしょ相手。いやでも今のは飛びすぎですね。そうですね。さあタイムアウト明けマッキーが決めていきました。まあ、マイケル・ジョーダンはノースカロライナから3位指名で入って、まあ、ルーキーイヤーも82ゲームすべて先発しました。はい、平均 28.2 ポイントでした。そのルーキーイヤーの先ほど映像がありましたが、こちらはエリック・スノーを決めていきます。さすがにこのラリー・ブラウン、このデリック・コールマンをうまくコントロールしてますよね。ダメはダメなりにね、はい、うん、彼は怪我持ちですからね。そうなんですよね。さあキューズいって
ヒューズのオフェンスファールということになりました。まあ、このゲームの前にアイバーソンは今日はリラックスしてしっかりとプレーを決めていくことが大事、ただし今日の試合で一番重要なことは怪我人が多いということもあって気持ちの上で、まあ、集中していくことだと、まあ、アイバーソンも中原さん話したということです。やはりそうですよね、どういうことがあってもその怪我人がいようがいまいがやはりプレーオフの前なんで、はい、その大切ですからね、いる選手でどういうふうに戦うかというところも、まあ、プレーオフに入ればまた何が起こるかわからない状況ですからね。レイトナー決めていきました。まあ、シクサーズの方は各選手の体調が万全ではありません。この44番のコールマンも、まあ、左の太ももを痛めているという情報があります。さあジョーダン落ちます。リバウンドアイバーソン、アイバーソンが行って、持ち味のスピードを見せていきましたアレン・アイバーソン。まあアイバーソンがね速い速いって言うんですけど、はい、本当にマイケル・ジョーダンもルーキーの時の速さったらなかったですよね。だから86、7年の頃の、マイケルを見たらね、今はもう円熟してますからね、大学のシュート多いですけど、もう全部アイバーソンみたいなタイプのプレーでしたね。どん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 ペネトレートしてでファールショットをもらうと、それで点を、ね、どんどん重ねていきますね。はい、86年といいますとあのプレーオフボストン戦でプレーオフ最多の63ポイントというのもありましたが、17対13とシクサーズがリードしています。ティロンルーからドライブして入っていくティロンルーのショット、中原さん、はい、マイケル・ジョーダンと共にプレーする中で、ま、10番のティロン・ルーの成長というのはいかがですか。そうですよね、まあ、最初今シーズンに限っては最初その控えから出てましたからね、だからその時間が、まあ、少しもったいなかったのかなっていう気もしないことはないんですけどね、ラリー・フューズを先発させてましたからね、はい、ただどうしてもラリー・フューズの場合はポイントガード的な要素も持ってはいるんですが、いざゲームになるとやはりそのバスケットというのはリズムを作るスポーツですからね、そのあたりで、まあ、本来ポイントガードであるルーの力っていうのはもう曲げるもない力必要になってくるところが今だったんですけれども、なかなかそれまでのプロセスっていうのがうまいこといかなかったんでこういう結果になってしまいましたけどね。あ、画面はモーゼス・マローン、そしてジュリアス・アービングさんの姿も見えています、はい、その向こう側はあのレジ・セオスという UNLB で言ったね、今コメンテーターやってますね、はい、あんなに喋れる人だと思わなかった、あのだけどねすごい得点王になるくらいのね素晴らしい選手でしたね。ハンサムですからね、ハンサム、はい、上段のショットは落ちる、リバウンドクワミ・ブラウン、ダメです、シクサーズにボールが出る、マッキー、さあ中にトーマスポジション取っています、00番のヘイウッドがついています。さあ中で頑張ってファール、このケニー・トーマスの獲得も一つシクサーズにとっては大きかったですからね。12月の18日に移籍してきましたケニー・トーマス、まあ、このところのゲームでも非常に好調です。ここ14ゲーム平均 12.1 リバウンド 12.9 ポイント、そして10ゲームでダブルダブルを記録していると、はい、昨年そのヒューストン・ロケッツがそんなに怪我人が続出してそのチーム的にはそんなによくはなかったんですけど、ただ彼だけ出場時間を得てコツ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 そのチームの成績とは別に上手くなっていった選手ですからね、はい、その選手をトレードに出してここ獲得したっていうのは大きいですよね。それと今画面の奥の方に映ってたんですけれどもタイロンヒルですよね、はい、川のインサイドが帰ってきたっていうことがまたこの飛躍につながってますよね、3月3日にタイロンヒルは契約しました。そして戦力的に言いますとシクサーズはキース・バンホーンが左足の底を今痛めています。今の時期だと今バンホーン真ん中で座ってますよね、
なんとかごまかしながら使いながらコンディションを調整していくというところですね、これからプレーオフに入ってきますからね。あ、アイバーソンのシュート決まっています。勘を鈍らせてはいけないというのもありますしね。すでにシクサーズはプレーオフ進出を決めています。あとは本当ホームで始められるっていうのはね、まあ有利だっていうのは要するにファンが全部自分のとこだから有利だっていうことだけじゃなくて、わざわざ旅をして出なきゃいけないというね、消耗がないということなんですよね、はい、これも大きいんですね。アメリカは広いですからね、はい、もうこれ飛行機を使って移動も大変です。まあ、その最初にホームでできるホームコートアドバンテージというのが、まあ、今日シクサーズ勝って4位以内になれば得るということができる、まあ、そういうこともかかったシクサーズにとっては大事なゲームです。さあタイムアウトがありました。長野さん、ジョーダンのここまではいかがですか、はい、今日はあロンハーパーですね。あ、ロンハーパーね。 あとサップですね。あ、ボブサップの、いや、ウォーレンサップですね。ボブサップのお兄さんいや、そうですよ、兄弟ですよ。そうですよ、そうですね、彼もボブサップも、はい、NFL そう、NFL やってましたからね。ね、それで怪我で断念したんですよ ね、早めにね、引退したんですから。お話途中になりましたが、永原さん、はい、ジョーダンのここまで、いや、シュートパーセンテージには悩まされてますけどね、だからまあそのダウコリンズがどういう形で今その引っ込みで使ってっていう形にしていくかっていうところだじゃないですかね。さあ4番バンホンダスがホイッスルありました。クワミブラウンのファールがありました。まあブラウンヘッドコーチはこのバンホンの状態は心配なんだが本人の出場したいという気持ちを尊重したと、まあ、今シーズンは怪我人が出なかったら違う結果だったのではないかと思うことが一番腹立たしいが、まあ、その怪我人が出たことについては今シーズンは仕方がないと話していました。あとバンホンは昨年まで在籍していたネッツ の、その、はい、NBA ファイナルの時にその中傷されたようなことを言われましたからね、しかもチームメイトから。だからそういうこういった大事なところでやはり少しでも休みたくないっていう気持ちが今年の中でこうあるんじゃないですかね。あ、なるほどね。島本さん、あれ精神的なものに関する発言でしたね、チームメイトの。そうですね、やっぱりみんなが辛い時に頑張らない逃げたやつがいるみたいなこと言われちゃいましたからね、はい、まあそこに今日出場したいという意思を示したというのも出てるかもしれませんが、第1クォーター残り2分3秒になりました。シクサーズが6ポイントリード。ディクソンですね、ファンディクソンですね。ディクソンが出ています。ウィザーズ3番です。ディクソンはご当地選手ですからね、ワシントンにとってはね、はい、メリーランド州って本当に隣の州で一番近いですからね、はい、しかもタイトル取ってますからね、はい、NGA でチャンピオンになってますからね、はい、昨年、まあ、昨年優勝して今年入って、まあ、今シーズン限りでジョーダンがいなくなるということで、来年あたりからもしここに在籍してるんであれば僕は出場時間というのが徐々に増えていくんじゃないかなって気はしてますけどね。うん、はい、そしてまあ、ね、ジョーダンに教わったことをこう財産として成長してくれると思いますが、さあこの数字はジョーダンとウォルト・チェンバレンの比較になります。まあ、キャリアの平均得点でジョーダンがこれ歴代1位で終了することが決まっているという数字です。まあ、この得点だけを考えると、まあ、ずっとその引退もせずにやっていれば遥か彼方なまだ上だったんじゃないかなという気は僕はしてるんですけどね。特にこの最後の2年がね、余計ではあったんですよね、点数のところから見るとですよ、はい、だけどやっぱりね、みんながね最初に面白いこと言ってましたよ、ワシントンに入るときにね、平均得点が20点ちょっとで、30点以上のアベレージを保つし、チェンバレンの上に行くんだってなるほど、ね、みんながそういうことを考えるって、だからある意味では
マイケルというのは非常に日本の人たちのですねバスケットに対する知識も高めてくれたというのがありますね。この島本さん、バスケットボールにものすごい関心がある人でない人でもね、引きつけたこの魅力っていうのは何でしょうかね。やっぱりね、まず要望でしょうね。本当に彼美しいって言いますね。要するに要望がまず美しい、それからプレーが美しい、そこの2点で引きつけられますね、みんなね。ですから例えば、私の友人なんかでオリンピックに出た、それも全然違う種目の選手がですね、彼の動きっていうのはやっぱり芸術ですねって言いますよね。そういう表現をこう簡単にさせてしまうというのがね、またすごいと思いますね。はい、日本のトップリーグでのプレーの経験のある中原さん、そのあたりどういうふうに感じますか。そうですね、やはりそれと一人一人そのバスケットをやっているものならこういうプレーがしてみたいっていうことを夢を持ってると思うんですよね。でその夢でしかないプレーをいとも簡単にやってのけてしまうっていうところも僕は一つ魅力の一つじゃないかなと思いますね。はい、そのジョーダンが決めていきます。それとやはり彼の人間性だと思うんですよね。僕はジョーダンは4ポイント。さあジョーダンがいればアイバーソンが入れていきます。さあジョーダン出てくる。さあジョーダンがいきますが、あシュートは決まりません。ちょっと足りなかった。さあそしてアイバーソン、第1クォーターの残り時間はほとんどありません。スペースを取って1対1の勝負、アイバーソンきっちり収める。ました、ね、ブザービーターで第1クォーター、アイバーソンのシュートで終了。まあ、少し会場が冗談冗談になってるから、それに何か俺もいるんだぞっていうようなアピールの最後のシュートでしたね。ここはシクサーズの今日はホームコートです。冗談、はい、は前半この第1クォーターは4ポイント、シュートの確率は8分の2と長野さんあまり良くありませんでした。そうですね。今日は試合前に、ドクター J ジュリアス・アービングに祝福してもらい、そして、会場からはスタンディングオベーションが止まらない時間帯がありましたね。今日のマイケル・ジョーダン、お二人がモーゼスとドクターがね、ゴルフカートプレゼントするゴルフカートに乗ってくるっていうのがね、また味な演出だったですよね。どうして島本さんゴルフカートなんでしょうかね。彼ものすごいゴルフが大好きでしょよくね、もう今日なんかも見れると思うんですけども、彼は要するにゴルフに行くっていうので余裕を見せてて、その陰でこう練習をするというね、やっぱりね努力する人なんですよ。さあ静かに第2クォーターが始まりました。ジョーダンはベンチからのスタートになります。あよく決めましたね。バンホーンが決めていきます。情報によりますと今日は怪我をして出場という4番のシクサーズのバンホーン、この時間帯は13対3のシクサーズのラン、シクサーズの得点が大幅に上回っています。さあディクソンがいて決めます。前のゲームはマイケル・ジョーダンの最後のホームゲーム、ジョーダンは21ポイントを挙げて、スタンディングオベーションの中ベンチに下がりました。そのホームゲームを最後終えて今日はアウェーでの、レギュラーシーズン最後のゲームになります。マイケル・ジョーダン、さあ外に出してアウトオーバーンズになります。ウィザーズのシュートの確率 45%、 シクサーズは 58% と高確率です。リバウンドでもシクサーズは上回っています。さあバンホーン行ってホイッスルありました。怪我をしているということなんですけれども、かなり積極的にバスケットに対してアタックしてますよね。
バンホーマン。バンホーンのフリースローになります。ラリー・ブラウンヘッドコーチの話が入ってきました。マイケル・ジョーダンの対策には悩まされた、彼はコーチの能力も高めてくれました。昔は選手たちにマイケル・ジョーダンがダイビングをしてボールを追っていく姿をテープでよく見せていました。今もそのテープを使っているコーチは多いと思いますよと話したラリー・ブラウンヘッドコーチ。マイケルほどの選手でもボールに対してそれだけのプレーを要するに執念を持ってやるんだということですね。で要するに言ってみればマイケルがやるってことはあと他の選手は全部下じゃないですか。その君たちがなぜやらないんだと言いたいためにはいい、ね、ビデオですね。いいですね僕も何らかで手に入れたい気持ちですよ、ね、現在専修大学のコーチをされています中原武さん。今シーズンの終盤にはルーズボールを取りに行く姿があって、はい、マイケル・ジョーダンが40歳の私が頑張っているのに20代の選手もっと頑張ってくれよというような発言もありました。さあアイバーソンのショット決めていきます。何かアイバーソンエンジンがかかってきてますね。アイバーソンがこれで11ポイントになります。カウントした後にはフルコートから高い位置からかなりプレッシャー与えてますからね、はい、ラリー・ブラウンヘッドコーチもプレーオフに向けて、このジョーダン最後の試合というねちょっと感傷に浸ることもある試合ですがしっかりとねこうディフェンス中原さん、はい、このねやり方がありますね。そうですね、もうここはもうラリー・ブラウンの頭の中にはもうそのプレーオフに入ったらどうしようかっていうところがもう頭いってると思うし、それにはっていうところでいろんな状態を想定しながらいろんな考えを克服しながら作戦を出していると思うんで、はい、そこはもうジョーダン運動ではないと思いますね。さあリバウンドうまく取りましたケニー・トーマス。エリックスのトーマスこの位置、そしてアイバーソンへ。さあアイバーソンは先ほどからエンジンかかってきたという話もあったがこのシュートは落ちる。リバウンドよく絡みました。外に回してコールマンのシュートは落ちる、じゃあハイディホワイトからディロン・ルーバウンドパス、このシュートは決まります。あそこは彼はもう得意中の得意のポジションですから ね、ディクソンのシュート決まりました。ダグ・コリンズヘッドコーチ、彼が残念がっていることということで話が入ってきました。ウィザーズの若手の選手が25歳の頃のジョーダン、ユーイング、オークリーと練習を一緒にすることができたら練習に対する姿勢、真剣さというものをもっと学べただろう試合ではなく練習を一緒にすることで教えられることは多かったはずだと、ダグ・コリンズヘッドコーチはそうでしょう、ね、コメントしたということですが、86、7年の時に彼、コリンズさんはね、ヘッドコーチやってましたから、でその時の要するに一番あれですね、やっぱりゴルフシーズン、先ほどゴルフの話をしていただきましたが、カートをねこう持ってくるとねこうなりますよね。このトミー・ニュネス審判ですが、審判歴30年、この試合で彼も引退ということですね。マイケルにサインもらいに行くんでしょうね。そうですかね。いいですね。それとウィザーズのアシスタントコーチの方も。今までマイケル・ジョーダンの口を聞いたことがないらしいんですよ、一人。あ、そうですか。そうです。だからそれも辞めるまでにはなんとかっていう話を僕は聞いたことあるんですけどね。アイバーソンが行きましたが、ぶつけました。どこぶつけた。先ほどのダウコリンズの話じゃないですけど、それは少し贅沢っていうもんですよ、ね、そうですか。ユーイングとね、オークリーとも違った。もう要するにガードとセンターとフォワードのね
NBA のトップとね、いやだけどね、やっぱりそういう気持ちになると思いますよね。ゲームというよりもやはりコーチの目からすると練習をっていうことなんですよね。それが全てゲームにつながるわけですからね。そう、練習でやったことの発表の場がゲームですからね。そうなんですよね。それをよく勘違いする選手がいるわけでね、練習の時だけで試合の時全然ダメとかね、試合だけ頑張りゃいいとかね、はい、そうじゃないんですよね。中原さんもね、その練習に対する姿勢というのは、僕は現役の時はもう僕は練習をしっかりしないと試合にあまり出れませんでしたからね。だからもう出場時間というのももうその限られている人間、控えから出ていく人間というのはもう練習は本当毎日のその決勝戦みたいな感じでしたからね。そんなジョーダンの練習の姿勢をしっかりと見ていたダグ・コリンズヘッドコーチ、まあ、シカゴ時代に86年から88年まで3シーズンヘッドコーチを務めていました。さあゲームの方はシクサーズが中原さんいい形ですね。そうですね、その無理なくうまくチームで得点ができているっていう感じがありますね。ファミブラウンインサイドちょっと遠いがシュートを決めることができません。アウトオブバーンズ。お、ジョーダンとラリー戻ってきますね。今日は4ポイントシュートの確率8分の2のマイケル・ジョーダン。ただ僕はクワミブラウンに関してまあちょっと印象があるのが、今シーズンの最初っていうのはジョーダンがベンチからスタートするということで先発でやってたんですけれども、はい、だそのジョーダンが帰ってくるまでは結構良かったんですよね。スタメンに帰ってくるまでは経験を積めてましたからね、はい、だからコービー、ケビン・ガーネットと少し違うのは彼らは経験を積めたんですよ、チームの中で。それが一つ大きいと思うんですよ。ただクワミの場合は、まあ、その出場時間っていうのももちろんそのジョーダンと一緒ですからね、なかなか奪い取れなかった部分とどうしてもその後から出ていかなきゃいけないっていうような部分が僕はあったから、だから僕は来年から見てあげた方がいいんじゃないかなって気がしますね、クワミブラウンに関しては。さあこの今ボールを取ったのがそのクワミブラウン5番ファールです。いくら体があって有望だと言っても初戦は高校からいきなり世界の最高レベルに来ているプレイヤーですからね、はい、時間は僕は絶対かかると思いますね。だけどその時間をかけてもそのゆくゆくはすごくチームのためになるっていうその潜在能力っていうところを買われてドラフトされてるわけですからね。さあホワイトがリバウンド取りますがと入りません。さあシクサーズ走る4人対2人の形になっている。ファールがありました。まあこのねホワイトとカミブラウンのね体比べたら分かりますよ。ロッカールーム行ってみるとねもう大人と子供、本当大学生と幼稚園みたいなもんですもんね。だからそれが要するにきちんとできてくるとそれなりのやっぱこういう選手を見てるってことが必要なんですよね、クワミブラウンにも。45対28になりました。このディフェンスシクサーズ厳しい、ね、当たったフリースローの後ですね。これはさすがプロフェッサーと呼ばれているだけあってラリーブラウンですね、はい、すごくそのディフェンスの細かいところなんですけれども手を返しなさい、すごいですよね。こちらはジョーダン、あーシュート入りません。9分の2の確率になります。そして取ってからの攻めシクサーズ、プレーオフ進出をすでに決めているセブンティシクサーズ、21番バックナー。さあマッキーからいい形でヒット、このコールマンのシュートは落ちます。さあそこを狙ってクワミブラウンです。先ほどからお話に出ていますクワミブラウン、はい、それとマイケル・ジョーダン、そのパスのシュートの前のマイケル・ジョーダンのパスですよね。あのプレーがポイントガードの視野を持ってるって言われてるんですよね。ブロックしましたね。ブロックしました。
点差は15点。ジョーダンからナイスパスです。ヘイウッドに対するまたこのジョーダンからのナイスパスがありました。この目なんですよね。そのお話になりましたポイントガード的な目、はい、というのはやはりポイントガードでまず一番最初に求められるのがそのパスが見えてるかどうかというところですからね。これはマイケル・ジョーダン、ここら辺からですね、完全にブレイクしたのはね、なんてすごいんだあんなとこからジャンプしてって。ただスラムダンク、フリースローから滑空するやつをですね、はい、最初にやったのはドクター J なんですよね、まあ、ジュリアス・アービング。そのマイケル・ジョーダンの話の中にも、まあ、尊敬する選手の中にもね、はい、よく出てくる選手です。そのドクター J のプレーをした最後のチームで最後を終えるわけですからね、ジョーダンは。まあ、先ほどの話なんですけども、ポイントガードで一番大切っていうのがそのスペーシングを取ることとか、あとパスが見れるってことですよ。パスコースが見えるかどうかっていうところなんですよね。さあ、アイバーソンが来るが、いいですね、リバン取ります。そしてジョーダンが持って、さあここに出す。ジョーダンがスクリーンを使いながら逆サイドに出て、クワミ・ブラウンにパスが入ってファール。今日のクワミは力強くプレーをしてますよね。攻めてるね、はい、うん、やっぱりだけどさっきのダンクなんか見ても降りるときにまだ体ができてないのが見えてね、こういうのをやっぱり今見ておくとですね、これから5年後にねこんな時もあったんだというふうに見られるわけですよね。会場も何か少し今は静かな雰囲気になってます。なんか異様な雰囲気、なんか雰囲気になってますよね。もちろんジョーダン最後のゲームということもあるでしょうが、ファール。何か島本さん、このジョーダンにまたお客さんはドラマを期待してるんじゃないかと。またそういうことをこう現実化してきた人ですからね、はいはい、まっすぐ頭に思い浮かぶのはあの2月のオールスターゲームで、まあ、ジョーダンが先発をカーターから譲られて、そして先発出てきて、何かこうジョーダンのためのようなオールスターになって、で延長戦でギリギリのところでショットを決める、はい、あれで終わりのはずだったんですけどね、はい、まあ、結局ウエストの方がゲームには勝ってジョーダンのイースター敗れるということになりましたが、期待をするところは、まあ、その期待に応えてきたジョーダン。ヘイウッド決めていきます。ヘイウッド決めます。さあ点差は11点。アイバーソン、パスがつながりません。シクサーズ、今のウィザースのフロントラインでかいですよね。大きいですね、うん、だ今コールマンがパスを通そうとしたのを通らないのもね、あの高さですよ、はい、00番のヘイウッドが2メーター13センチあります。さあアイバーソン、アイバーソン決めます。さあ何かシクサーズのホームの観客も湧いてきました。49対36。狙ってましたね今、はい、この辺りは今日は本当にチームの流れの中から取ってますね。アイバーソンは、はい、ジョーダンですね。俺
これで38対49になりました。11点差、まあ、前半終わる頃には1桁で終えたいところでしょうね。うーん、1桁得点差にできるか、はい、あ、厳しいディフェンス、インサイド、さあ外からのコールマンのシュート落ちる、リバウンドにバンフォン絡むがダメ、さあウィザーズボールを奪って速攻に入る、あ、しかしシクサーズのディフェンスも回ってよかったですね。オフェンスファール、オフェンスファールになります。このあたりがスノーはスマートなんですよね。先ほどのジョーダンのシュート、中に入れてバンホーン決めます。中原さん、ボールの回り方いかがですか。いいですね、インサイドを起点にしながらよく球を回してますからね。51点になりました、ホームのシクサーズ。さあティロン・ルータイムアウトはウィザーズです。残り2分32秒、あ、これは90年の映像、3月28日、キャリアハイの69点を取った時の映像です。あ、ジョン・パクソンがいますね。新しいシカゴブルズのジェネラルマネージャーに就任しましたね。ですからね、結局マイケルの時代に勝っていった経験のある人たちがどんどんやっぱり NBA の中のね、あの線の中に入ってきますよね。はい、パクソンがシカゴに行って、中原さん、こうジョーダンの今後ね、はい、いや僕はシカゴファンというのは期待してるんじゃないかなと思いますね。戻ってくるのね、それが僕は現実味を増してくるんじゃないかなと思うんですよね。やはりプライベートでもジョン・パクソンとはマイケル・ジョーダンかなり親密な関係に現役の時からあります、あったって聞いてますからね。だからそういった面では、まあ、今年終わってすぐっていうことはもちろんないでしょうけれども、もしかするとっていう、そのまた夢がシカゴファンは膨らんでいくんじゃないですかね。うん、島本さんはどういうふうに見ますか。あの僕もそうは思うんですけれど、あのただマイケル・ジョーダンが一人の人間として、男としてですね、ジェリー・クラウスとそれからジェリー・レインズドルフという両ジェリーから、仕掛けられた仕打ちっていうんですかね、それに対してどう思ってるかっていうことでしょうね。意地でも行くかとかいうようなものがあるのか、はい、あるいはそういうものは別としてビジネスであれば行くよというのがあるのかもしれません。自分の愛着の方が強くなるのか、まあ、それをどういうふうに彼が計りにかけて判断するかでしょうね。まあ、人間長く生きていくとどんどんそういう状況が目の前に出てきますからね。まあ、マイケル・ジョーダンの今後というのはファンにとっても非常に気になるところです。それからウィザーズファンにとってはね、中原さん、はい、来シーズンの選手たちがどうなるのか、うん、そうですね、スタックハウスは何か残留を希望しているという話があるそうですが、まあ、ただ本人の希望でそのジョーダン含めてそのフロントがどういうふうに思ってるかでしょうね。クワミは僕は逆に話さないと思ってるんですよ。いくらその期待があまり期待した通りに育ってないといえども、クワミを連れてきたのは結局マイケル・ジョーダンですからね。いや、あの要するにあのドラフト1位の選手をね、そんな簡単には手放しませんよ、はい、あと僕ね、あの若手で特にあの、ディクソン、はい、それからあの今日出てませんけどね、あのインディアナ大の中心選手だったね、ジャレッド・ジェフリーズ、はい、あそこら辺はねバスケットの頭がいいですからね、そういうところを基本にして作っていくんじゃないかな。スタックハウスのタイプの選手、点取るタイプの選手はいますからね、トレードで取れると思うんです、はい、あ、今ジョーダンがいいディフェンスに絡んでいきました。ジェフェリーズは12月の26日に、まあ、故障者リストに現在入っています。51対40とシクサーズホームがリードしています。
アイバーソン、アイバーソンナイスパスだ、決めます。タイロンヒル決めていきました。アイバーソン今日は周りもよく活かしています。ティロンルー、ジョーダンも逆サイドに出ていきます。ヘイウッド落ちて、まだボールはつながっています。決めていきました。ラリー・ヒューズ、ヒューズは、まあ、ファーストクォーターからかなりいい確率でシュートを僕は打ってるんじゃないかなって感じしますね。残り間もなく1分というところです。あ、バンホーンのリバウンド、しつこく絡んだ、アイバーソンスリーポイント来ます。アイバーソンスリーポイント、 今もう少し耐えてたら分からなかったんですけどね。これでアイバーソンは20ポイントに乗せてきました。一方のジョーダン、これはファールになるでしょうね。バックナーのファールでしょうか。ここバンホンがよく粘りました。そうですね、これが3ポイント、最後の3ポイントにつながりましたからね。さあ、ジョーダンのフリースロー、もうフラッシュが散々たかれています。すごいですね。1投目決めて7ポイントのジョーダン。いやね、一番止まっててくれますからね。あとは早くて ね、 そうですね、なかなかね、僕らあの雑誌を作ってた時にですね、あの表紙なんかも何回か写真撮らざるを得なくて、はい、僕しか言ってませんから、撮らざるを得なくて撮ったことありますけど、なかなかね、あの速い選手を止めるのって大変なんですよ。シャッタースピード速くしなきゃいけませんでしょ。それと形が良くなきゃいけませんから。なるほどね。アイバーソン落ちます。被写体としてのジョーダンとしては島本さんどんなところがあったんですか。あのね、僕カメラマンの人とよく話すんですけれど、あのこうやって何人もいますでしょう。そしてね、いやでもすぐ入ってくるタイプがマイケル・ジョーダン。ほう、コールマンってね、いくらピント合わせようとしてもね、ピントが合わない顔なんですよ。そういう選手っているんですね。入ってくる、はい、入ってきちゃうんですよ、ファインダーの中に。そういう選手っているんですね。やっぱりまあ動きが、キレが良かったり、それからなんていうんですかね、こうあの形が決まってくるっていいますかね。さあ、イースタンカンファレンスのプレーオフ、この時点でご覧のような組み合わせ。8チームがプレーオフに進みますが、シクサーズはその中に入っています。ジョーダン率いるウィザーズは残念ながらプレーオフ進出はなりませんでした。あ、抜きましたね。さあ、中に入ってジョーダン決めていきます。ダンクですね。いいところに入ってきましたマイケル・ジョーダン。今ディフェンスの状況を見てすぐに戻りましたからね。はい。さあ、アイバーソンのショットは落ちて前半が終了しました。マイケル・ジョーダンにとっては現役最後のゲーム、シクサーズとのゲームの前半終わりました。ここですね、ディフェンスの状況見てですね、はい、裏に出ていって、いわゆるバックドア、そして島本さん、舌を出しながら、はい、56対46でシクサーズリード、前半を終了しています。ハーフタイムのスタッツです。シュートの確率、シクサーズ 50%、 ウィザーズ 45%、 ジョーダンは19分出場して9ポイント、シュートの確率はそれほど良くありません、11分の4、リバウンド4、アシスト3つがありました。ここまで今日はゲームの前からスタンディングオベーションもあって始まりましたマイケル・ジョーダン。そしてこの前半の終了間際、はい、これ良かったですね。まあとにかく、まあ、一桁得点差とまではいかなかったんですけれども、なんとか10点差っていうのは、これはまた後半に入れば全くゲームが分かりませんからね、はい、ジョーダンが9ポイント、一方のアイバーソンは20ポイント入れています。
シュートの確率も 50%。 まあシクサーズのダリー・ブラウンヘッドコーチは後半について、バンホーンは大丈夫だと言っていると、まあ、ブラウンヘッドコーチは話したということです。まあ、コールマンは少し曖昧な返事をしている。2人を起用するのは気が済まない様子の、まあ、ブラウンヘッドコーチですが、あの前半の終わり方が気になるなと。後半は第4クォーターの途中でジョーダンが下がって1点差で我々が勝つようになればいいねと、まあ、冗談交じりに話したということです。絶対そんなこと思ってないと思いますいやだけどね、やっぱり62さんのラリー・ブラウンさんの、ね、談話って面白いですね。彼ねものすごいこうやっぱりマイケルと縁があるって言いますか、マイケルが最初に引退して、その後復帰戦がインディアナ・ペイサーズ戦だったんですね。でその時のヘッドコーチはラリー・ブラウンで、試合終わってあのその時は、まあ、シカゴ負けたんですね。でその時ですね、あの何人かの記者がみんな言ったわけですよ。普通だともう記者団は全部マイケルの方行くわけですよ、はい、3、4人行った時にね、いやあの何しろビートルズとエルヴィス・プレスリーが一緒に来たようなところに向こうにいるのに僕のところへ来てくれてありがとうってまず俺言ったそうです。そうですか。それから話が始まったと。でそういうなかなかウィットに飛んだコメントをする方ですからね、今日も何かやってくれるんじゃないかなと思いますよ。今までの、ね、会話も全部、ね、そういう面白いこと言ってくれてますからね。何か少しそのジョークを交えながら、はい、コメントをなさる方ですよね。で何しろホールオブフェームにも入ってますしね、今年入ったんですよね。今年という昨年度ですね。でこれからマイケル・ジョーダン当然入るわけですね。5年後なんですよ、引退して5年後なんです。その時また大変でしょうね。その頃にシカゴに戻るんじゃないかな。そうかな、あるかもね。何か全く投げにしもあらずって感じはするんですけどね。アイバーソンナイスパスでファールがありました。スノーに対するファール。中原さんは何かシカゴシカゴという期待が強いですね。なんでかっていうと今年っていうかその今回復帰した時にシカゴに帰った時にマイケル・ジョーダンが全く何もできなかったってその胸の内を明かしてるんですよね、そのやっつけることができなかったっていうような言い方をしてるんですよね、それにもう街をとにかくお母さんなんかが彼のお母さんなんかが歩いててもおかえりっていうことをかなり声をかけてもらえるっていうところはもう何か僕はそういうものがあるんじゃないかなと。で家も残してますよね、シカゴには。まあそのお帰りって言われるまではね、やっぱりこれだけの足跡を残したからそう言われるわけで、最初にマイケルがですね、シカゴに着いた時ドラフト3位ですよ、着いたら、シカゴブルーズの職員誰も迎えに来てなかったです。そうですか、はい、それでシカゴブルーズの事務所はどこかなって言って、ね、こう空港でお部屋空港でうろうろしてた、誰もこういないし弱ったなって。そしたらそこでなんかリムジンのうんちゃんが一人いましてね、まあ、お前何しに来たんだって、いや今度 NBA に入るマイケルって言うんだけど、そうか誰も来てないなって、じゃあ俺暇だから送ってあげるよって言って送ったのが今の彼のマイケル・ジョーダンのですね、個人アシスタントと の, あの、ジョージ・コーラーっていう人なんですよ。彼はそういう親切をしてもう一生食いっぱぐれないですよね。よかったですね、はい、やっぱりだから、ね、人には親切にしなきゃいけないんですよ、はい、絶対 ね見返り期待し今日も親切なんてやっちゃいけないんですね。いやでもこれはでもたまたまだったんでしょうね、コーラーさんもね、もうマイケル・ジョーダンにか、あ、また同じようなパスですね。そうそうそう、ナイスパス見せました。アイバーソン、ジョーダンに関してはそのシューズに関しても何しても全てを覆しましたからね、はい、ちょっとシャレ言いました今。いえいえそういうあれじゃないですけど、はい、だいぶ親父入ってきてますから僕に近くなってきてますよね、はい、いやでも本当に最初はどこも振り向きをされなかったっていう話ですからね。そう、最初のシューズってはい、赤と黒の、はい、こうなんていうんですか、歌舞伎のこう、はい、縁取りの模様みたいだったでしょ、なんて醜い靴だっ
って言われたんですよね。それが彼が履いてるうちにだん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 売れ出しちゃったと。規定でもよくはなかったんですよね。2色以上3色以上カラーを入れてはいけないっていう。 それで罰金取られたよね。そうですね。でもそこはその会社がいいからと、そう罰金を 払うからと言ってそのまま履き続けたと、はい、いろんなね、エピソードを作ってくれる人です。面白いですね。僕ユーイングがねそばにいるっていうのは、いや僕ね来年やったら僕もっと良くなるんじゃないかなって今年僕途中ぐらいから思ってたんですよ。なんか今年で終わらすのはもったいないっていう。ただ今までのマイケル・ジョーダンのその引退の仕方ってとにかくシーズンが終わって僕辞めるよっていう形で急に辞めたから、はい、ファンの方もっていう感じのが強かったと思うんですけど、今回のはもうその途中にもう今年限りでっていうことを表明した中の引退ですからね。だから僕は本当にそうなんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね。まあ、これまで2回引退がありましたが、93年のね最初の引退の時は島本さんはどういう風に見てたんですか。いやあれあの時はね、お父様が亡くなるというね、僕もそうちょっと悲惨なあれがあったんで、やっぱかなり心的にあったと思いますね。でそれだからまあしょうがないなっていう感覚はありましたけど、それがメジャーリーグに挑戦だって、まだスポーツという方向についてのものはなくなってないな、良かったというふうには捉えてました。ただ野球のこうどうなんだろうなと思って見たときにですね、スイング2、3発見たらこれダメじゃないかというふうに思いましたけど、さあこのシュートを打ちます。ただ当時 その、はい、ベースボールのコーチの人たちは今マイケルに対してとやかくというそのいろんな人間がいるけど、じゃあ彼らはマイケルのこういう練習態度を見てるのかっていうことを言ってましたからね。これがプロじゃないかっていうことを言ってますよね。種目を決めていきます。種目は変わってもやはり負けず嫌いというか、彼のその性格的なものっていうのがよくその表現できたそのコーチの方の言葉じゃないかなっていう感じで僕聞いてたんですけどね。島野さん、そういうチャレンジっていうのがね、多くの人を引きつける要素かなと思うんですよね。そうですね、それも大きいですね。やっぱりね、変な話、例えば中原さんがずっとバスケットをこれからも続けますけど、続けてプレーするとしますよね。バスケットやってるときは疲れないんだけど、他のスポーツやるとものすごい疲れるときあるでしょ。というのは使う筋肉が違いますからね。だからマイケルはそれはあえて野球でやろうとしたわけですから、それはあの時は32、3ですか。だけど大変だったと思いますよね。大変だと思いますね。一度その体の筋肉の使うところを変えなきゃいけないっていう形で、筋肉のつけ方も変えなきゃいけない、彼の専属のトレーナーさんですよね、グローバーさんですよね。彼は一度その野球をする体に戻しやって、そこから今度バスケットに復帰したときにもう一度バスケットをするその筋を戻さないといけないという形でやってたみたいですからね。まあ、結局94年にアイムバックという言葉を残して復帰したマイケル・ジョーダン。その後ブルーズの3連覇がありました。まあ98年のファイナルユタとの第6戦、ね、1点差を追う残り 5.2 秒でしたが逆転のショットがありました。まあ、それで、まあ、これで引退かというまさにこうハイライトシーンだったわけなんですが、あのね、引退って最初の引退はお父さんですよね。で野球から辞めるときはですね、彼ストで辞めてるんですよ。もう続けてても要するにそのプレーができるかどうかわからない。でその次の引退もこうあれだったでしょ、ロックアウトだったでしょ。だから僕マイケル・ジョーダンってのはね、ロックアウトストに殺されたのかというふうに思いましたよ僕。そしたらまた出てきましたね。マイケルからティロンルへのパス、そのショットをしています。いや、いいパスですね。はい、アイバーソンからバンホーンへ、バンホーンが行きますが、ブロックしました。ヘイウッドのブロック。さあ走るディロン・ルー、ジャンプショット決めます。速攻からのジャンプショット決めていきましたディロン・ルー。
71対56になりました。さあアイバーソンがいてナイスパスだ、決めます。ヒルが決めていきました。タイロンヒルですね、はい、このジョーダンのお話を続けている間に柴本さん、何かアイバーソンがね、うん、いいプレーしてますよね。この間もあのレイカーズでのウィザーズ戦を、はい、またアイバーソン決めます。生で見てきましたけどね、やっぱりねコービーも前半で43点取った試合だったんですよ。なんでしょう、マイケルがいて緊張感あふれて、それで自分の今の全部を見せるっていう感覚ありますね。今日のアイバーソン見ててもそんな感じがしますね。うん、アイバーソン前半で43点が見せすぎですね。さあまたアイバーソンだ。ちょっとこのショットは短い。その時に当たったチームなんていうのはもうこれからもあれなんですけど、たまったもんじゃありませんよね。そうですね、んちょっとアイバーソンフラストレーションたまってますね。島本さん、このマイケル・ジョーダンの後 NBA をもっと盛り上げていく選手として名前が挙がります。アイバーソン、それからコービー、トレシン・マクレーディなどがいますが、はい、あのだから一人で引っ張るっていう感覚ではないでしょうね。ほう、やっぱりあのその3人なり、あるいは4人5人なりが全体でこう NBA を盛り上げていくっていう感じじゃないかと思いますね。でスターっていうのはですね、やっぱりNBA って結構作ろうとするんですよ。それはまあ、 あのオーガニゼーションとしてはそれをやるのが当たり前でしょう。ただスターって作るもんじゃなくてね、生まれてくるもんなんですよ。でマイケル・ジョーダンは要するに彼3番目でしょ、ドラフトが。要するに期待されてなかったわけですよ。期待されてれば1番に行きますよ。だけどあのそういう風な形で行くときにやっぱりきちんと出てくるみんなの応援でこうやって来たんですよね。日本人、日本語もありますね。言ってますね、やっぱり最後の試合ですからね。彼らにとってこう目に焼き付けるってことは大きな体験になるはずです。さあまたマイケル・ジョーダンの過去の映像が出てきました。お、12番ですね。これは名前がありませんでしょ。ユニフォーム盗まれた時なんですよね。そうそう、12番の時は。45番は野球からカムバックした時ですよね、はい、2回目のカムバックの時ね、島本さんあの45番をつけて復帰しました、はいはい、あれお兄さん、自分は23番つけたのがお兄さんが45番をずっとつけてて、でその半分よりちょっとぐらい上手くなりたいなというので、彼23番つけた、ラリーさんですね。そう、ラリー・ジョーダンですね。それで、彼があの12番つけたのはあの時は盗まれちゃったらしいんですよね。日付が調べていましたら90年の2月12日ということです。あのその時のですね、たった1枚だけカードに残ってるらしいんですよ。あのトレーディングカードありますよね。 あれの要するに、あそれもね、ジョーダンが中心じゃなくてディフェンスをしてるところがあるんですよ。それを持ってる人はね、これ大変なマニアですね。それはあの変えたりすると、そうだからね、これ鑑定に出したいくらいですね。あ、マイケル・ジョーダンの今後についてのリポートが入ってきましたが、ウィザーズのポニーオーナーが明日、ジョーダンの代理人に連絡をしてミーティングの予定を立てる見込みと報じられています。マイケル・ジョーダンの希望を聞いて話し合いを進めていく模様で、まあ、ジョーダンの希望は数年前と変わらず、人事をすべて、任せてもらうこと、人事をすべて任せてくれという、まあ、シンプルな、様子だということですね。まあそれとあとは先ほどのチョークボードじゃないんですけど、ゴルフでしょうね、明日は。とりあえず僕はそう思いますね。ゲーム前にはゴルフカートがプレゼントして送られました、マイケル・ジョーダン。さあ今日はアイバーソン張り切ってます。スローに出してタイロンヒルがインサイドでポジションを取ろうとしている。中に入って外に出してバンホーン、レイカーズに行った時、はい、ロサンゼルスでゲームやった時はですね、はい、ゲーム終わった時彼あの、まあ、ゲーム前のロッカーの時から話しましょうね、僕言ってましたから、あのスーツ姿でこうじーっと座ってるんですね、で相変わらず要するにヘッドホンしながら音楽を聴いてるんですよ。ただ目はテレビの画面に釘付けだったですね。何見てるのかと思ったらね、 NCAA 選手権見てるんですよ。おで
ゲームが終わりました。で彼が着替えて出てきて、まあ、アウェーですから、はい、ロッカールーム内でのインタビューじゃないんですね。廊下でやったんですよ。廊下というか通路で、でやってしばらく話したと思ったらみんなバーッと帰るわけですね。そしたら彼はパッとねレイカーズのロッカールームに入っていっちゃうんですよ。ほう。ディロン・ルーはその前に入ってみんなと冗談言いまくりしてたんですね。パッと右側入ってたと思ったらすぐ左側の部屋に入ったんですね。やっぱりそこにはねフィル・ジャクソン、それからテックス・ウィンター、それから、ジム・クレモンズというですね元のコーチがいっぱいいますから、おーおー、とりあえず挨拶に行ったというようなねそんな風景見ましたね。そうですか。レイカーズのあのコートっていうのはロッカーに入って突き当てる右に行けばみんなが着替えるスペースがあって、 それを左に行けばランドリールームからそのコーチの部屋につながってるんですよね。だから本当にインタビューを避けたいプレイヤーっていうのはそこにいますよね。そう、まずコービーでしょう、うん、必ずいますねそこに。もうギリギリの時にフッと出てきてパッと話してっていう感じですね、今さっき映ってたコーチがですねジョン・バックさんですよね。彼もシカゴでフィル・ジャクソンの、ねアシスタントコーチで長くやってた人で、何か情報によりますと、まあ、今シーズン限りで引退で、また来ました、また来ましたいい形が来ました。アイバーソンが盛り上げます。 3本連ありましたね。同じようなシチュエーションですね。何か島本さん、このアイバーソンもジョーダン最後のゲームに敬意を表してですね、そうですね、これいいプレーをしようとしているように見えますが、うん、やられた方はたまんないですよね、これ。このスティールからディクソンをブロックですよ。そしてバックビハインドパス、マッキーにですね、マッキーに決めていきました。まあ、先ほどお話途中になりましたジョン・バックアシスタントコーチですが、ジョーダンとユーイングから高級車をプレゼントされたということなんですねなるほどね。バック氏はね恐縮して中古でよかったのにと言ったそうですもう本当は80近いコーチですからね、それでもう十分足跡残してましたけれど、あのジョーダンとそれから、ダグ・コリンズさんにぜひにということでね壊れてきてましたからね。さあイバーソン27ポイント、まあ、この当然次世代の中心になっていくであろうアイバーソンの活躍をね、中野さんこれどういう目で今見つめてるんでしょうかね、ジョーダンは。そうですね、まあそれはオールスターの時の彼は言ってたんですけども、これでもう家に帰れると、それでテレビをつけてそのタレント高い選手たちの、その能力高い選手たちのプレーを家で見れるっていうところに集約されてるんじゃないですかね。バンホン決めていきます。そうしますと島本さん、ジョーダンにとってもある程度のこう手応えっていうのがね、はい、あるんでしょうかね。そうですね、いやもうシカゴではもっぱらの、あー、いい形スティール。さあアイバーソン行く、アイバーソン後ろからバンホン決めていきます。またいいプレーが出ました。バンホンも存在をね、はい、前面出してます ねさあアイバーソン、いやただ僕はバンホンはこういうような表情とかその、ダンクした後に吠えたりっていうことはあまりその表現しないタイプのプレーヤーなんですけれども、やはり相当昨年のことがあるんでしょうね、まあ、チームメートにちょっと気迫が足りない選手がいるというような言われ方をしました、はい。まあ、今日は怪我を押してという情報もあります。バンホン、さあアイバーソン落ちる。第3クォーターは終了しました。ジョーダン最後のゲーム、ただこのホームのアイバーソンの気迫が前面に伝わってきたこの第3クォーターでした。間違いなくそのアイバーソンのこのプレーに対して周りが引っ張られてますよね、バンホーンのこの吠えた表情、中原さん、プレーオフに向けてもこれシクサーズ好材料ですね。好材料ですね。昨年ファイナル行ったんですけれども、そのファイナルの時すらありませんでしたからね、そういうその息上がるというか、その士気を上げるようなプレーっていうのがね、ネッツの一員としてファイナルに行きましたバンホーン。
さあジョーダンにとっての最後のゲームは最終クォーターに入っていくということになります。ああスパイブリ ー, スパイブリーさっきの人はビル・コスビーでしょ、ね、えやっぱみんな彼の、ねね、最後のプレーは認めなきゃいけない。親友と言われるぐらいの個人的な本当プライベートも長く続いている人たちばかりですよ ね, ねえ最終クォーターが始まりましたが、さあジョーダンはベンチからのスタートになります。さあ僕、今ユーイングとスパイクリー一緒にいましたよね、はい、ユーイングの時のセレモニーもジョーダン行ってましたよね。であの時にユーイングがすごく洒落たそのコメントをしてたんですけれども、スパイクリーが僕はルーキー、あのユーイングは僕はルーキーの時にスパイク君はあんな上で見てたのに僕はもう終わりに近づいて君はこんなにそばで近くで見てるじゃないかベルコスビーさんですね、はい、ジョーダンはベンチからのスタート。クワミ、ね、クワミブラウンです。若きクワミブラウン、あと今日はだけどあれでしょう、だいぶクワミブラウンも感じるところあるんじゃないですか。あると思います ね, ね。一方アイバーソンが行きますが、ウィザーズボールになる。3対3の形、決めていきますラリーヒューズです。あアイバーソン倒れていますが大丈夫でしょうか。まあ、平均の出場時間が 42.5 分という、まあ NBA で最も長い出場平均時間のアイバーソン。アメリカのね、要するにシティレベルでやってるプレイグラウンドでやってる選手たちはですね、ポイントガードって特にもうどんどんペネトレートしますでしょ。それでね、ああやって叩きつけられるんだけどゆっくり起き上がってくるというね、そういうプレーが一番好まれるんです。また彼はその痛みを何とも思わないというタイプですね。まあ、小柄な体でね、はい、長身選手の中に割って入って何度も転びながら戦う姿勢を失いません。その3番アイバーソン、ファール高校にも行きます。混み合ったところがすごい好きですね。はい、まあ、彼自身もそのフットボールなんかをやってますから、やってましたからね、コンタクトがね、はい、何とも思わないんでしょうね。それから中原さん、体も非常に柔らかいですよね、アイバーソン。そうですね、バランスが、ボディバランスがすごくいいですよね。だからなかなかね、ぶつかっても体が柔らかいから怪我しないというね、はい、形になりますよね。それであとは予測でしょうね。ここで自分がこういう風に動いたらこういう風な感じで手とかが出てくるっていうことをもうその頭の中に入れながら動いてますよね。29ポイントになりましたアイバーソン。ジョーダンはベンチ、なんかすっかり汗も引き切ってしまいましたね。どうでしょうかね、これこのままベンチと、いやそれはいうのはまあ観客も許しませんしね。ファーなりました。今クワミブラウンにアドバイスを与えてますね。フィラデルフィアのこの場内も静まり返っています。中に入れてジャイリー・ホワイト、幅があります。身長はそれほどありませんが2メートル6センチ、この腕の太さ、あの腕が僕の足ぐらいの太さですね。ああそうですか、目の前で見てね、ここまで体を作らないと NBA に行けないのかと思いましたね。身長はありませんがこう、ね、当たり負けしないというところでは素晴らしいものがあります、ジャイリー・ホワイト。ただセンタープレーを多く輩出するジョージタウン大学の出身ですから ね彼はないとは言っても2メーター3ぐらいはあるでしょ、はい、ね、これ楽しんでますね、うん、シクサーズ91ポイントになって、ウィザーズが70ポイント。ウィーワンとマイクが出てきましたね。ああ場内、ウィーワンとマイク出せって言ってるんですよね。マイケル・ジョーダン、出せ、出してほしいと、うん、さあこの反応はあちょっと下本さん表情変わりましたね。
そう映すなよって。プレイヤーとしては中原さん、これ今どんなことを思う？いやもうとにかくもう冒頭から言うんですけれども、ここはアウェーですからね、はい、アウェーでああいう声がかかるっていうことがもう素晴らしいことで、なかなかそのブーイングなんかはよく聞くんですけれども、それだけ本当に何度も言うんですけど、偉大なプレイヤーであって偉大な人間性の持ち主なんじゃないかなっていう気がしますね。このシーズンの終盤は島本さん、行くところ行くところ、アウェーゲームでもね、はい、ジョーダンを温かく迎える拍手があって、そうですね、マイケルは前回の引退の時はね、そういう引退興行は嫌だって言ってたんですね、静かに去るなんて。やっぱりね、だけどそういうわけにいきませんよね、本当だとね。それは無理な願いっていうもんですよね、うん、彼にもね、叶えられる願いと叶えられない願いがあるんですからね。さあそこからディクソンのシュートは落ちる。ジョーダンはまだベンチです。先ほど We want Mike という場内の声がありましたが、シュート決まりません。ジャイル・ホワイト、ダメです。さあアイバーソン、アイバーソン狭いところ入っていってシュートが決まりませんが、ファールありましたか。さあここでオフィシャルタイムアウト。さあジョーダン出してくれという島本さん期待の場内の声がありますが、ね、点差はかなりついています。93対70で23点差。お客さんにとっても今日は特別な思いがあるでしょう。他のゲームとは違うんだ。Hey, let's finish it out. We don't have to travel. ラリー・ブラウン、We bitched all last year about this. So we can stay home. このままリードをキープして終わらせて、昨年のようにファーストラウンドで遠征に出なくていいようにしようと、まあ、4位以内に入って最初にホームコートでできるホームコートアドバンテージを取ろうと檄を飛ばしましたラリー・ブラウンヘッドコーチ。ということでしょうね。やっぱりいろんな面で違ってくると思いますからね。また場内から声が出てきました。 We want Mike、 マイクが見たい、マイケル・ジョーダンを見たいという場内の声があります。これは一番たまらないのはもうヘッドコーチだと思いますね。さあティロンルー、中原さん、はい、こういうゲームでかなり点差もついてきています。ヘッドコーチの判断としてはどうでしょうかね。はい、いやもう僕はそのマイケル・ジョーダン自身がマイケル・ジョーダンなんで、その基本的に人が人なんで出さざるを得ない状況に僕はなるんじゃないかなっていう気はしてるんですけどね。2度これまでマイケル・ジョーダンが見たいという場内の声がありました。マイケル・ジョーダンが最後のゲームです。さあアイバーソン、アイバーソン、ナイスブロックです。じゃあ入りファイト、カウントでしょう、カウントでしょうね。ボールテンリーにちょっと下がってきたところですよね。得点が認められることになります。あとはダグ・コリンズが出したいのは山々だけど、ジョーダンがそれを嫌ってるのかも分かりませんよね。そういう最後自分だけのものじゃないっていうような、その葛藤は少なからずもあると思いますね。中原さん、プレイヤーとしてはそのあたりの心理というのは、いやこれはもうそうですね、ホームであればまあ、少しはその気持ちっていうのもジョーダン自身があるのかもわからないですけど、ただやっぱジョーダンぐらいになればその不安っていう見方をしてるでしょうからね。自分のことを見たいっていうのも知ってるでしょうから。さあパスを回してシクサーズシュートをします。ただまだ6分半ありますからね、うん、十二分にまだ
その機会はあるんじゃないかなと思いますね。非常に静かな中でのゲームになっています。アイバーソン、第3クォーターではこの地元のアイバーソンが大いにゲームを盛り上げました。ベンチのマイケル・ジョーダン、ちょっと周りを見ていますね。ダグ・コリンズヘッドコーチ、残り6分18秒になりました。ホームのシクサーズが97対74とリード。盛んにこの画面もダグ・コリンズヘッドコーチを捉えます。ただもう大シーズンのことを考えてもちろん指揮してるでしょうからね、はい、その辺で僕は葛藤だと思いますね。本当いつ出させるかとか ね、 そ、 うですね。それと今これを要するにどういうふうに 来シーズンにつなげるか、はい、でそれともう一つは、ね、コーチもそのまま続けるかどうかという、ね、それもありますよね、あとはもし万が一その答え恋に対してその答えることをしなかった場合にちゃんとまともに会場出れるのかっていう28分今日はプレーして13ポイントマイケル・ジョーダン。第4クォーターはベンチに座ってこの手前に、ね、ジョーダンが見たいという声が場内からあります。座ってるのがあのジャレッド・ジェフリー、なかなかのねいい選手ですよ。お、八十一番息のいい時ですね。セルティックス戦ですね。ダニーエンジがもうもてあそばれてますね。これ最後これシュートブロックいったらビル・ウォルトンさんですね。ビル・ウォルトン。これプレーオフ史上最多の63ポイントを上げた時の映像です。はいはい、あもう我慢しきれない、観客もそうなってきましたね。みんな立ってますよ。ありがとうマイケルという言葉もありました。そして We want マイク、6分残っています。アウェーですからね。ホームの最終戦はすでにワシントンでは終わっています、はい、ウィザーズ。ただウィザーズはプレーオフ進出がなくなりましたので、レギュラーシーズンの最後のゲーム、これがジョーダンにとっても最終ゲームということになります。試合は進んでるんですが、観客の声がついにブーイングに変わりましたね。マイケル・ジョーダンのプレーをする姿が見たいというこのアウェーのフィラデルフィアのファン。これはダウ・コリンズはかなりもう葛藤というよりももうやりにくいよね。やりにくいと思いますね。2度の引退があって38歳でまた NBA に戻ってきましたジョーダン。このウィザーズで2シーズン目、ダグ・コリンズヘッドコーチとともに若手を引っ張ってきました。ただプレーオフ進出を果たせませんでしたマイケル・ジョーダン。このゲームが最後になります。島本さん、ジョーダンの胸の内、いろんなものがこれ渦巻いてるんでしょうかね。そうですね、いろんなものが本当に巨来してると思いますよね。僕はこのファンは出すまで言うんじゃないですかね、一旦立ち上がったフィラデルフィアのファンがもう一度座って機会を伺います、はい、NBA では数々の栄光を手にしてきましたマイケル・ジョーダン。クラシックなんかのコンサートや普通のコンサートと違ってですね、こうカーテンが下がってからもう一度出てくるとないですからね。そうですよね。時間が終わっちゃったらダメですから。そうですね。とにかくやっぱりファンは
プレーをしているジョーダンを見たいんですよね。焼き付けたいんですよ、ユニフォーム姿の23番をつけたウィザーズのジョーダンが見たい。このプレーはつながりません。ジロンルーと中原さんずっと話をしてますね。そうですね。またじゃないですかね。立ち上がってまた我慢できなくなったフィラデルフィアの観客。アイバーソンが行きます。さあオリックスの V1 マイク、またこの声が出てきました。フィラデルフィア、もう本当にこれ試合には出てないんですけれども、全ての視線が今ベンチに座っているジョーダンに注がれてますよね。はい、そうですね。向こうビル・ウォルトンさんもタフなシチュエーションになってきますよね。いやジャーナリストの立場として長い間ジョーダンをご覧になってきた島本さん、いかがですか。いやもうねこれで終わりかと思うと、もう言葉がないですね。あともう4分ないという形になってきました。もうタフなシチュエーションになってきました本当に、試合は続いてるんですが、観客はまた立ち上がって、ジョーダンのもうボールが止まるたびですもんね、ジョーダンのプレーを要求しています。残り3分28秒。ああここでアイバーソン戻ります。これ中原さん、はい、アイバーソンにとっては忘れられない思い出になりますね。そうですよね。マイケル・ジョーダンを尊敬してやまないアレン・アイバーソン、そのホームゲームがジョーダンにとっては最後のゲームということになります。ただまたジョーダンはベンチ、さあバミブラウンホイッスルありました。島本さんもこれプレー見たさに腰が浮き上がってきませんか。うん、もうねうずうずしますよね。なかなかしかしゲームには復帰してきませんマイケル・ジョーダン。ゲームは残り3分8秒になりました。わずかですがちょっと諦めて帰ってしまうようなお客さんも見られます。いやこのまま我慢しておいた方がいいかもしれませんがまあでもほとんどのお客さんがやはり立ちませんよね。止まってますね、はい、何しろあのマイケル・ジョーダンの最後のゲームです。 NBA 生活15年間。ちょっと笑みがこぼれてます。試合の方はもうシクサーズが20ポイントリード、勝ってホームコートアドバンテージ獲得、4位以内ということがかなり確率としては高くなってきました。もうそれは間違いないですよね、これだけどね。そうですね、うん、ファールありました。ジョン・サーモンズに対するファール。ジョーダンはベンチ、さあタイムアウトでジョーダンは一段と大きくなりましたね、はい、
この声に厚みが場内も出てきました、うん、はい、参ったなそうですね、参ったなって感じでしょうね、やっぱりアーティストとしてはね、バスケットボールアーティストとしてはですね、答えなきゃいけないでしょう ね、うん、勝ちましたよ。ガブコリンズはこれ頼んでるんじゃないですか、お頼むからねヘッドコーチがお願いをして、そのように見えますね。なんかね、普通だとフレームタイムが欲しくて欲しくてしょうがないなそうですよね、彼に関しては違いますよね。私の MVP であると、うん、永遠に MVP であるという、はい、マイケル・ジョーダン最後のゲーム、ああ脱ぎました、ね、脱ぎました脱ぎました、うん、観客の声援に応えて、うん、ついにジョーダンがコートに戻ってきます。あ、レフェリーの方もなんか声かけてますね。あ、そうですね、おそらくね、ダメだよ、俺が走ってんだからお前も出る、あ、観客は立ち上がったまま、ジョン・サーモンズのフリースローが行われます。そしてあ、エリック・スローと喋ってますね、満面の笑顔はマイケル・ジョーダン。そしてジョーダンにふさわしい場面がね、はい、待ってるかどうか。ジョーダンボールを掴んだ、ボールを離しただけで何か声がありますが、ジョーダンは逆サイドにいます。ジョーダンボールを持つ、シュートを期待してるんでしょうか、この声援。ブーイングですね、シュートを打ってくれという。じゃあアイリファイト決めていきました。さあ、ジョーダンにとって残り時間が少なくなっています。2分ぐらいですよね、ジョーダンのこのユニフォーム姿を目に焼き付けたい。残り2分を切りました。さあ、シクサーズエリック・スノーから、さあ、ボールはクワミ・ブラウンに出る。今ノーファウルじゃない、ジョーダンにファール、ファールしましたね。必要ないじゃないですかエリック・スノーがファール、これは、いや、これはでも、うん、フリースローになるからじゃないですかね、あ、今引退されるレフェリーの人が握手しましたね、あ、これはラリー・ブラウンがヘッドコーチ、ひょっとしてわざと指示してくれますね。可能性もあります。すごいカメラですよね。ジョーダンの得点を目に焼き付けたい、うん、わ、これも決める、ね、32,292点。あ、これ変えますね、これで最後です。マイケル・ジョーダンのラストプレーが終わりました。チームメイトも全部握手してますね、手を挙げてますね。最後フリースロー2投決めましたマイケル・ジョーダン。ファンの心の中にもこのジョーダンの姿、永遠に生き続けるはずです。いや、中原さん、いかがですか。もう本当アウェーですからね、もうこれがマイケル・ジョーダンたるゆえんですよね。そしてね、観客だけではなくて、選手もコーチも、はい、相手の選手もコーチも拍手をしながら、ここがすごいところなんですよね。試合が始まりませんよね。拍手が止みません。今ダウコリンズが、ま、真ん中に行けって言って出してますよね。あ、マイケル・ジョーダン出てきました。
まあ、ファールを与えたエリックスノーと手を叩いて、はい、少し照れくさそうですけどね。試合が始まりません。シクサーズのラリー・ブラウンヘッドコーチ、大学の先輩、ゲーム始めろって言ってるんじゃないですか。島本さん、マイケル・ジョーダンに関するこのようなシーンはずっと島本さんもいろんなシーンをご覧になっていたと思うんですが、そうですね、またね、彼みたいな選手が出てきますよ。彼もそう望んでると思いますね。やっぱりこういうシーンを見てみんな育っていくわけですからね。まあ、それにしても敵味方問わずね、島本さん、これだけ称えられるというのは、プレーだけじゃないと思うんですよね。僕はゲームの方は残り時間1分半を切りました。ホームのシクサーズ104対80の後リード。マイケル・ジョーダンはベンチでこの様子を見守ります。さあ残り1分を切りました。中原さん、プレイヤーとしてはジョーダン、はい、どんな思いでしょうかね。まあ、プレーオフを逃がしたところでもうそのジョーダンの中では今シーズンっていう自分のバスケットキャリアも含めて終わったっていう感じのが強かったんじゃないかなという気がしますね。ただ我々に残してくれたものっていうのはそのもの全てにこう計り知れない大きさっていう大きなものを置いていってくれましたからね。あ、レフェリーの方ですよね。このプレーオフに進むことはできませんでしたウィザーズですから、このレギュラーシーズン最後のゲームがジョーダン最後のゲームということになります。ね、バックスと争ってたんですけどね、さあもう残り40秒を切りました。30秒を切ったジョーダン最後のゲーム、ゲームはシクサーズがリード。残り20秒を切りました。フィラデルフィアの観客が立ち上がった。大声援の中、マイケル・ジョーダン引退。ああ、ラリー・ブラウンですね。マイケル・ジョーダンがついにコートを去ることになりました。全員と握手しますね。島本さん、エリクソンが最後ボールを最後のボールを持ってきましたね。これ島本さん、どんどんマイケル・ジョーダンのところに集まってきます、ね、